ソプです、今回は先輩たちと一緒に熊本に来ました。熊本ボランティア炊き出しの旅、行ってみよう。ありがとうございます。おはようございます。頑張ります。一生懸命頑張らせてもらいます。僕はですね、炊き出しでは役に立たないので体育館に子供を集めてストレッチマンやります。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、お願いします。はい、よろしくお願いします。炊き出しは5回目ですか？5回目かな。いつも何食ぐらい持っていってるんですか？基本300食。300食。300食かな。この間は500食。それはもう持って行ってなくなったら帰るみたいな感じですか？まあそんな感じですね。大体全部もう履けちゃいますか？あっという間になる。どういうのが喜ばれるんですかね？あったかいのがいいとか。いや、もう絶対、まあ、あったかいの。やっぱ肉、はい、肉が喜ばれるんじゃないかな。肉ですね。いや、この間ちょっと足りんかったけどね。全員に行き渡らない。ボランティアということで寄付というか、一応その結局あのお店でもそのカルビ募金、あのカルビがお客様にカルビ一つ頼んでいただいたらそのうちから100円を募金するのと、まあそしてフェイスブックとかでこう炊き出しの記事とかを載せてたら、そうやってまあ友達とかがこれを使ってくれと言って、みんながお金を持ってきてくれたりとか、そういうのを使わせてもらってやっております。なるほど。じゃあみんなが集めた力がカルビとなって配布されていってるってことですね。そういうこと。お題は笑顔で、はい、笑顔をいただいて、それがお題と。まずはボランティアセンターへ行って受付を済ませる。そこでこの日の向かう先が伝えられる。誰がどこでどんな活動を行っているのか明確にするためだ。あれ、カチッとすっとなかったね。で、下はあれで止めて、はい、結束せず。この日の予報は雨。今のうちにテントを立てて雨に備える。了解様でした。はい、はい。で、全部すれば6パック。で、ずっと、柿のタッパーがあったろ。パラダイス店長のテルさんはサトルさんの右腕。長年付き添ってきた親父の言うことは何でもわかる。この日は200食配布するので、早めの下準備に取り掛かる。農家の方がくれたホワイトコーン、たくさんのありがとうが形になる。イソップはここから少し離れた小学校へ。お年寄りや子供たちにダンスとストレッチを届けに行く。子供が喜べばお年寄りも元気になる。イソップはそう言う。ロボット君もこれが担当してたんです。こんな甘いのわけないよ、トウモロコシがね。甘っ。配布開始まであと30分。カルビを焼き続けること4時間。もうすぐたくさんの人たちが訪れる。前回ちょっと押したけん、はい、今回は余裕を持って、今日は笑顔がいっぱい見られるっぱい。突然の大雨、それでも火を止めず焼き続ける。カルビ丼は子供たちにも大人気。こんにちは。続々と集まってくる人たちに遅れを取らないよう作り続ける。
雨の中で待たせるわけにはいかない。何杯ですか？何杯？これがとりあえず40。白いと思う。白いと思う。今つけとく。これは前の抜き物です。すいません。どうぞ。どうぞ。どうぞ。はい、何個でしょうか？4つお願いします。いや、来てね。地震や災害はいつあなたの町にもやってくるかわからない。幸せな毎日は必ず誰にでも約束されているわけではない。今私たちにできることを、余裕のある範囲でいい。その小さな気持ちが何倍にも大きな形になる。偽善だと罵られることもあるだろう。だけどそれがどうした。偽善も死ぬまで続ければ善だ。あの時食べたお肉やトウモロコシの味が、あの時踊ったあのダンスやストレッチが思い出になってその人の中に残れば、それは単なる炊き出しでは終わらない。大切な人を守るのが先だろう。その傍らでいい。あの人にも大切な人がいる。だけど自分ではどうしようもない時もある。もしあなたの大切な人がそうなったら、そう思えば動かずにはいられない大人たちがいる。たくさんの思いがトラックいっぱいに積み込まれ運ばれていく。子供が笑えばお年寄りが喜ぶ。こんな時に笑顔でいることの方が難しい。だから頑張れ。僕たちは応援する。頑張れ、頑張れ。疲れてへこたれそうになったらゆっくり顔を上げて頑張れ。嘘でもいいから笑ってなというのはまんざら嘘でもない。その笑顔を作るために僕たちも立ち上がる。